今日のセミナー、公開セミナーを始めさせていただきたいと思います。平日の6時半ということで、非常になかなか運びいただく、都合の悪い4時間だったと思うんですけれども、お越しくださいまして、本当にありがとうございます。で今日は、先週ですね、大阪で、ちょうど1週間前にやりまして、大体同じぐらいの人数の方が集まってくださいました。で、その時は、東京新聞のですね、白内さんに来ていただいて、コメンテーターをやっていただきました。で、今日はNHK で長く五四半島問題を担当されて、今は桜美林大学の同僚されている塚本さんにコメンテーターに来ていただいております。厳しい、ツッコミをよろしくお願いします。で、会場にですね、メディア方々、それから、ラジオプレスの方、それから、北朝鮮観光も何十回も行ってらっしゃる、方たち、それから、北朝鮮から出てこられた方も今日会場に来ていただいてまして、いろんな視点と角度で、北朝鮮を長くウォッチされてきた方々の前でですね、報告からやらせていただくというのも、ちょっと僭越な部分もあるんですけれども、今、北朝鮮、コロナが2020年1月からパンデミックが始まって以降、本当に情報がなくてですね、私たちもなんとか内部、北朝鮮内部と細いパイプを維持しながら、レポートをずっと出してきましたけれども、それも本当に北朝鮮で今起こっていることのごく一端だという自覚は十分にしております。で、他に衛星ウォッチをしたり、あるいは文献を毎日毎日チェックしたり、いろんな形でですね、北朝鮮の情勢をお持ちしてある方々にですね、今日はぜひ、いろんな私の発表に対するツッコミもそうですけれども、新しい視点とか、新しい、他で、なかなか光が当たってない部分なんかについても、ご指摘とかご意見、ご質問いただければ幸いだと思っております。で、じゃあ、パワポを進めたいと、パワポを作ってきましたので、見ていただきながら、ちょっとやりたいと思いますが。塚本さんですね。塚本さんの輝かしい経歴ですけれども、塚本さんとほぼ同時期かな、僕、ソウルの四世大学で、ちょっと僕の方が早かったのかもしれない、僕、88年の3月から、四世の大学に行ってたんですけど、ほぼ同時期ですよね。うん、で、共通の知り合いなんかも非常に多くてですね、僕よりはお若いんですけれども、本当に長く30年以上、朝鮮半島に関わって来られた塚本さんに今日は、ゲストスピーカー、ゲスト討論者として来ていただきました。はい。で、ご存知のように、5月31日ですね、軍事偵察衛星を金正恩政権が発射して失敗ということがありました。で、はい。で、それでまた一気に、世界的にいろんな注目が集まっているんですけれども、今日の、このセミナーといいますか、アジアプレスの報告の一番のポイントは、やはり人道危機について今日はお話をしたいと思います。結論から言いますと、私たちがずっと内部で追っかけてきておりますけれども、今の現状は非常に深刻だというのは間違いないと見ています。で、地方都市、少なくとも私たちがチェックをしているハンギョンプット、それからリャンガンド、ピョンアンプットですね、の4都市は餓死が発生するという非常に残念な事態が今起こっております。で、そのなぜ誰が
こう増えているのかということについて今日は中心的にお話をしたいと思うんですけれども、でその前にこの3年間何があったのか、それから現状私の認識としては、コロナパンデミックが始まって2020年1月以来ですね、北朝鮮情報があまりにも少ないと、いうことがありますから、そういうまあやっぱ情報死角地帯になっている、北朝鮮の現状というのも皆さんに改めてちょっとおさらいをしていただいて、でそれでそのちょっとのんきなウォッチングでも全然現状をですね追いかけられないと、もう一つ踏み込んで特にメディアはやらなきゃいけないんじゃないかという問題提起もしたいというふうに思っています。でちょっと戻してください。まあ、ご存知のように1月ですね、2020年 3年前の1月にパンデミックが発生してから、私の知る限りメディアジャーナリストの訪朝はゼロです。イタルタス通信も、3月かな、20年3月に撤退、それからなんと朝鮮総連の機関紙の朝鮮新報の記者も、まあ、交代で要員が入ってませんから、もう3年以内という本当に異例の事態が続いてますね。でそれから、中国の新華社通信、彼らはいるのかいないのかわからないんですけれども、記事は平壌発の記事を出してますね。でただ、朝鮮中央通信の写しが非常に多くて、それで北京に、新華社通信に電話して聞いたらですね、あんたとこまだいますかって聞いたら、そんなもんなんで教えなあかんと言われてですね、教えてくれませんでした。それからご存知のように今北朝鮮からこの3年間、まあ、ほぼ出国してくる人がもう亡くなってしまったと、かつ脱北者ももう皆無だと、越境してくる人も皆無だと、だから中が一体どうなってるのかっていうことがですね、これまで私たちここに、まあ、プロとしてメディアでいろいろウォッチしてきた人もそうだし、非常に、情報が足りないという死角地帯に陥っているという状況があります。でこういう中で、まあ、要はですね、僕は93年の7月からですから、もうちょうど30年北朝鮮の取材をやってきましたけれども、まあ、それ以前のことも含めて北朝鮮の内情が少なくともこの半世紀一番情報がないのが現状じゃないかなというふうに思ってます。もちろん衛星写真が出たりですね、いろんなその貿易統計が出たりというのはあるんですけれども、中から直接その人の情報が出てこないという意味ではこの半世紀で一番情報が少ない時期じゃないかなというふうに思ってます。それともちろん観光でも、ビジネスでも北朝鮮を訪れることはほぼ不可能になってますから、本当に死角地帯になっているんじゃないかと思います。で私たちがどんな取材調査をしているのかというのを簡単にご説明したいと思います。今、10名のパートナー取材協力者が中で、活動してくれてますけれども、特に幹部というのはいないんですね。何か権力機関に勤めている人もいないし、まあ、普通の庶民と、それからまあ年齢がいっている人はそれでもその機関なり職場で少し上の地位にいるぐらいのもので、特に幹部はいませんけれども、10名が長く活動してくれてきました。でただですね、今そのうち連絡がもう4人と取れないんですよ。もう方法がない。で私たちが使っている普段の連絡方法は、中国のスマートフォン、携帯電話を、まあ、搬入してあるのを使って、通話をする、あるいはメッセージですね、メッセージでやり取りをするというそういうやり方をしています。で残りの4人はですね、国境から離れたところに住んでます。平壌、それからウォンサン、それから平南道に住んでます。でこの3年間1人を除いて、ま、全く連絡が取れない。でそれはなぜかというと国境に来れないんですよ、うん、移動統制がもう非常に厳しくて、特に中国国境への移動は他の国内移動と比べても本当に厳しくなっててですね、国境に来れない。
だから、まあ、正直言っても生きてるか死んでるかも分からない状態が続いてます。ただ、4月の頭に、平壌在住の、私たちのパートナーから、中国に住んでる親戚に国際電話がありました。でそれは合法的な電話です。で内容はもう飢え死にしそうだからちょっとお金送ってという内容でした。でそれは実際にその、財政的にはすごくしんどい。そのメッセージが我々のところに届いて我々がお金を送ったんですけれども、実際に飢え死にしそうかどうかともかくとして、平壌に住んでる人と連絡を取るっていうのは直で取るっていうのは本当に、難しいということですね。で、その平壌からの国際電話は、実は平壌、北朝鮮国内からの国際電話っていうのは、在日の、帰国者ですね、北朝鮮に親族を持っていらっしゃる方からも、結構助けてくれて、SOS の、電話がかかってます。で、私のところにもつい、おとついか、ハムギョンプクトに住んでる親戚から、親戚がチョンジンに行って、チョンジンから電話をかけてきたと。これ半年前にもあったそうですけれども、なんとかお金を送ってほしいという電話があったと。で相談がありました。方法がないかと。で私たちはそのパートナーたちには毎月お金を送ってるんですけれども、今手数料が 50% なんですね。 50% もう本当にもう毎月月末が来るのがもう恐ろしいし、本当にブローカーに取られるのは悔しいんですけれども、それしか方法がないと。10年前で言うと 25% から 30% でしたけども、 50% で、そのブローカーたちも、ざっとですね、彼らの、私たちのパートナーによると、だいたい9割はもう捕まったということです。つまり金正恩政権が、外部との連絡をする、その中国の携帯電話の使用者、それからお金のやり取り、人のやり取りに関わるブローカーたちをもう目の敵にしているということで、もう9割が捕まったというような状況ですね。で、それから私たちのパートナーも電話をですね、できるだけ音声でするというのもしないと、怖いということで、最近はそのメッセージでやり取りすることがもうほとんどになってます。で、先週の土曜日に報道特集で、衛星を、軍事衛星を撃ったということで、それに関する特集やりましたけれども、それに合わせて、一人のパートナーが、今現状実際に伝えたいということで、久しぶりに電話で喋りました。だけど他の、5人はですね、電話ちょっと怖いか嫌だということです。それから北朝鮮国内電話当然ありますよね。携帯電話もだいぶ普及しましたし、家庭にも有線の電話がありますけれども、でそれで、他都市の状況ですね、例えば私たちのパートナー、次の地図を、私たちの、皆さん、釈迦に説法で申し訳ないですけども、私たちのパートナーは、この辺のハムギョンプクトとヤンガン道と、それからシニルニとつながってます。この辺の人とはもう全く今つながらない。で、この中国の携帯電話を持ってる人間、私たちの人間が、例えば平壌に住んでいる人たちに物理的には電話で聞くことは可能なんですよ。どうなってるっていうのは可能なんですけども、もうそれも問い合わせるのも絶対に嫌だと言います。で、なぜかっていうと、ご存知のように基本的には、北朝鮮の電話は有線であれ携帯であれ、盗聴されているってことを前提に皆さん使ってますよね。それは文字メッセージを使う場合でもそうですけども、だから国境の人間がなんで平壌の事情をそうやってこう探るのかということでマークされる。で、彼らの言葉によると視野に入ってしまうのが非常に嫌だと、つまりマークのなんかリストに載るのが嫌だから、他都市の状況もできる限りも、本当に親戚がいる場所とかですね、何かちゃんとした理由がつけられない限りも嫌だということで、じゃあもうやめとこうと、そんだけ心配させてまではやる必要はないからということでやってません。ですから私たちが今ずっと細々とですけれども、弱小アジアプレスが細々と続けてきた内部の状況っていうのは、この国境一体プラスアルファぐらいのものだとご理解いただければいいと思います。はい。
で、でそういう中で、ちょっとおさらいをざっとしておきたいと思います。この5年間ですね、まあ、主に3年ですけれども、で何があったかと。でまあ、トランプさんと、キム・ジョンさんが会談をして、ICBM と核のモラトリアム、それから2回目の会談、2019年ですね、これで物別れ、決裂がになってしまって、そしてその年の12月ですね、これが大きなキム・ジョンさんは何か決心をしたから出して今に至っているのは間違いないと思いますけれども、年末に12月の末に正面突破を宣言した、正面突破戦をやるんだと、いくら制裁を受けようが、我々は核ミサイルの開発にもまっしぐらでやるんだと、アメリカの敵視政策が変わらない限りこの道をいかなる妨害があろうと続けるということを宣言しました。 でところがですね、はい、ところがその1ヶ月後にパンデミックが発生してしまったわけですよね。だからこれは金正恩さんにとっても当然目論みが狂った、それどころか非常に厳しい状況が予想されると、医療保険体制が非常に脆弱ですから、そこで、まあ、未知の正体不明のウイルスが入ってきたらどうなるのかわからないということで、すぐに国境を封鎖しました。でそれ以降貿易はしばらくほぼストップ状態になると、それ以来人も出てこなくなった。で同時に先ほど申しましたように国内の統制が非常に厳しくなって、単に移動統制だけではなくて、先ほど言いましたような携帯電話の使用者、ブローカーに対する取り締まり、それから非社会主義行為に対する取り締まりですね、が一気に強まっていったと。それから韓国に対して、もうはっきりと対決姿勢をもう明確にするということをしました。で、これ、6月、2021年、20年の6月ですね、ケソンの南北共同事務所爆破しましたね。でその時にヨジョンさんがバッと、浮上して公式的な地位を上げて、まあ言ったら、権力の中枢の一人として地位が浮上していたと。同時にこれは当時労働新聞に載った写真ですけれども、南に対する攻撃を、まあからさまにしていった。それから水害がありましたね。20年に水害があって、でコロナの水害と2つの危機に直面しているという。でそれと、やっぱりコロナウイルスが入ってくるのは恐ろしかったんでしょう。非常に厳しい、中朝国境1400キロに対する、まあ、隔離措置、自国民の隔離措置がずっと始まります。はい。でこれはその時8月ですね、20年の8月に、北部国境都市で張り出された布告文です。警察社会安全省の名前で張り出された布告文ですけれども、駅とかですね、公共の場所に張り出されました。でそこには横領校、トマン校のに、まあ、侵入した者は、無断で入った者は、予告なしに射撃するということが、書かれてました。でそれ以来、後で時間があればちょっと映像を見ていただきたいと思いますけれども、急ピッチで応力港、それからトマン港沿いの、有刺鉄線、鉄条網の補強工事が非常にハイスピードで進んでいきました。はい。それから21年、は党大会がありましたね、1月に。で、新たな経済5カ年計画と国防に関する5カ年計画を、まあ、策定してしました。で、同時に、この時も討議をされた中に出てきてたんですけれども、人民軍の兵員の大幅削減を実は断行しています。服務期間、これは毎年毎年、法的に決まった年限があるわけじゃなくて、毎年今年は何年、今年は何年って決めるんですけれども、でそれを、まあ、13年から8年にすると、つまり8年経ってる人は除隊させたんですね、除隊させて、でそして農村であるとか、それから炭鉱であるとか、そういう、労働力が足りないところに集中配置するという政策を取りました。それから9月、これも我々、この時報道しましたけれども、トンピョですね、クーポンを発行したと。で、はい。
で財政難でその印刷用の紙とインクの輸入が守らないために、後に後でちょっと詳しく言いますけれども、あの発行したと。等々があのずっとありました。でつまり、19年の末に正面突破戦やるって言って、コロナの影響でいろいろ彼らなりにすごく予定が狂ってしまったと、思う通りにいかない。それどころか、コロナの対処を誤るとですね、死人が中枢にも出てくるかもしれないし、それから社会秩序の乱れを非常に恐れたじゃないかなと思います。で今日はちょっと時間がないんですけども、その20年21年私たちの方でアジアプレスでもいわゆる絶対秘密指定 の、 文書内文書をいくつか入手して記事を書きましたが、でそこには金正恩さんの言葉ですね、マルシムでもうはっきり、もう経済が、ダメになっても、貿易さえコロナ貿易ですね、コロナの貿易をも最優先でやるんだということも書かれています。それから去年ですね、プーチンのウクライナ侵攻があって、それから、米中関係もだいぶ悪化が進んだと。で北にとっては、国連安保理の機能不全が本格化したために、ミサイルの発射がもうフリーパス状態になってしまったと。それから核ですね、核の使用法令を更新して、プーチンに習ったかのように、いざとなったら使いますよという、そういう宣言までするという段階に、でさらに、2022年の11月は、火星17型の発射実験の時にですね、娘が登場するという、これも非常に驚きましたね。一体娘を登場させる心は何なんだろうかと、今にも続いていますけれども、がありました。それから今年です。今年はちょっとはしょってますけれども、何があったのかっていうと、市場ですね、市場で の食料の陳列販売を禁止しました。ずっと非常に統制厳しくしてたんですけれども、前年22年の11月12月に予告は出してました。それまでも販売する量を大量販売ダメとかですね、価格に対する介入とかということで、ずっとこの市場での流通を、に介入、するっていうことをやってましたけれども、ね、とうとう市場での食料陳列販売を禁止したと。で禁止されているのは米とトウモロコシだけのようですね。ジャガイモとか豆とか小麦粉なんかは売ってもいいですけれども、主食である米とトウモロコシは売ってはならないと。でこれは振り返ると2003年にですね、市場自体が合法化されて、それで90年代から闇市の中で堂々と食料が売られるようになってましたけれども、2003年に合法化されて、からですね、本格的に禁止されたのはこれ初めてじゃないかなというふうに思います。それまでも実は後で出ますけれども、両国販売所、両国販売所という、専売ですね、食料の専売店を作って、そこで今しか買えないような仕組みに誘導をずっとこの3年間してきましたけれども、この両国販売所は実はその最近できたわけじゃなしに、私たちは2011年から写真映像撮影に成功しています。ですから今回初めて出たんじゃなくて、2000年代からあって、要するに国家の食料流通の、主導権を市場から奪還するしようという試みは金正恩時代から何度か繰り返されてきたけど、やっぱうまくいかなかったと。金正恩時代になってもやってました。2010何年かな2年か3年かに試みたんですけど、やっぱりうまくいかなかった。だけど今回はその強制力というか統制力はもう比較にならないぐらい強いということがあります。それがまた、つまり、企業所ですね、職場からの配給を一部復活させてますけれども、コロナ以降、それと両国販売所、両国販売所での販売を、強化することによって、主食の流通の主導権を国家が握ると、
そのことが実は最初に申し上げた北朝鮮の人道危機、餓死者が出るような事態の原因の一つだろうというふうに見ております。はいはい。それでその、まあ、これもおさらいになりますけれども、国境封鎖をしたと。で、具体的にはどんなことをやってたのかというと、ここに書いてますように、自国民の帰国ですね、中国、それからロシア等々に出ている 派遣労働者の帰国ができなくなっている、だから貿易関係の幹部たちも帰らなくなっていると。それから貿易自体の制限ですね、国境を閉じて、シニジュでは少しずっと、やってましたけれども、他のエリアはもうどん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 閉めていったと。で、この理由が、これも内部文書に出てますけれども、ウイルスがくっついてくると、敵がくっつけてくるかもしれないという理由ですね。で、それで漁業者が出られない、出港できないとか、それから先ほど申し上げてましたように、国境警備、中国との国境に、緩衝地帯を設けて、そこに普通の一般住民の立ち入りを禁止 しています。今もそうですけれども。で、そういう形。それから、これもご存知の方多いと思いますが、郵便が一斉に止めました。今、はがき一枚、今もそうだと思いますけれども、はがき一枚届かないし、向こうからも来ないと、で。そういう状況が続いてますから、日本に住んでいる在日朝鮮人の人で、北朝鮮に親族を持っている人たちっていうのはもう心配でたまらないと。朝鮮総連の幹部クラスでもよく北朝鮮の情勢がもう分からないという状況です。で、ある、まあ、ちょっと誰かとはなかなかちょっと言えないですけど、総連中央に古い友人がいまして、この中央の友人もですね、親戚の情報が全く分からんということで、どうなってるのというちょっと心配の電話が去年ですね、かかってきたりもしました。はい。今そのこちら漁業をですね盛んにやってましたけれども船の出港も止めている状況が長く続きました。最近去年からかな、少しずつ中国がゼロコロナ政策をやめた去年12月ですか、やめてから少しずつ戻りつつあるようですけれども、今もコロナ貿易、規制といいますか、は今も非常に強いものが維持されています。はい。でちょっと写真を見ていただきたいと思います。これ私のアジアプレスの中国人のメンバーが鴨緑江沿いで撮影してきた、もの。2021年の夏から秋にかけてのものです。でこれは鴨緑江の下流ですね。シニジュ、向こう側シニジュで、こちら丹東側から狙ったものです。はい。でこれもシニジュですね。こういうふうに鉄条網、これ前から2010年代の後半からあったんですけど、そのまま補強工事をずっとやってました。はい。でこれちょっと写真を提供としてもらいます。ちょっと分かりにくいですけど、これは兵士が、有刺鉄線の補強をしているところです。はい。でこの担当行かれた方は多いと思うんですけれども、シニジュ側ですね、に船で遊覧で、行けますよね、観光が。で、シニジュ側も本当たくさん市民が出てきてて、夕涼みに出てきたり、あるいは釣りをするっていうのが本当日常の光景だったんですけれども、今もこれ、もう全くなくなりました。シニジュ側で国境はこういうその、警備の兵士たちが本当短い間100メートルか200メートルぐらいの間隔でこう貯倉ですね、を設けてそこでずっと警備をしていると。で出てきている人はもうほぼ作業員だけじゃないかな、何かの作業をしている人以外はほとんど姿が見えない状況です。はい。でこれも超望遠レンズで撮ったものです。これは船で鴨緑江の真ん中ぐらいまで行って撮ってきたものです。で私自身も、2019年の、9月がもう最後で、中国に行ったのがですね、つまりコロナ前に行ったのが最後で、それ以降はちょっと全然行けてないので、代わりに中国人のメンバーに行って撮影をしてきてもらって、
これはオレコの中流、ちょっと下流の位置ですね、二十からずっと上流に遡ったところですけれども、こういうその堤防を、補強工事をして、こういうその、まあ、油脂鉄線をずっとあると。はい、でこれ、油脂鉄線をしあのちょうど工事をしているところです。おそらくこれはまあ動員された、労働者じゃないかなと思います。で国境警備兵がこうやってなんか屋根の修理をしています。今国境警備兵とそれから国境警備兵は最近この緑の迷彩服を着るんですね。で一般の兵士もいわゆる暴風軍団と呼ばれる、選抜された部隊が国境にすごくたくさん配置をされてコロナ以降配置されてきたんですけれども、で彼らはちょっと色が違う茶色っぽい制服を着てます。はい、軍服を着てます。でこれは鴨緑江の堤防工事です。ご存知のようにたびたび洪水が鴨緑江でも起こりますから、あらかじめその堤防補強をするんだということで動員されている人たち、女性の姿もあるし、それが男性の姿もありますから、これはその職場とかですね、女性同盟の人たちが動員されているんじゃないかなと思います。はい、それのまあクローズアップです。でここにですね、標識をつけさせています。でこの標識がないと、この有刺鉄線の鴨緑江側には出られないそうです。それぐらい厳しくしていると。はい。でこれは秋ですね、2021年の秋、9月かな、10月の頭でしょうか、電気、本当に通ってるかどうか知りませんけど、電気の設備も作って、橋の下にからも出られない、鴨緑江に出られないようにしていると。はい、でこれも近い場所、鴨緑江の下流域ですけれども、同じように電気の流す設備をつけています。はい、で遠目に撮ったものですね。ずらっとこれはもう二重に鉄条網が張られていると。はい、ということで中国側から見ると本当に北朝鮮の人たちっても本当カゴの鳥のような状態になっていると。で脱北者越境者もほぼ皆無です。脱北者のことで言うと、コロナパンデミックが発生した2020年以降ですね、韓国入りした脱北者が私の記憶では2桁ですね、3桁以上いたのが2桁になってしまいましたけれども、でこの2020年以降に韓国入りした脱北者っていうのは、要するに北朝鮮を離脱したのがパンデミック以前の人たちばっかりですね。私の知る限りはほとんど新規で出てきた人はいない。つまりもう出られなくなっていると。だから中国で、もう先に逃げてきた人、それから、派遣労働者、あるいは貿易会社の人、あるいは外交官たちが、もう北朝鮮離脱した人たちが逃げて韓国入りにした人たちですね。で、先月ですか、西海岸、朝鮮半島の西海岸で船を買って脱北したケースがありました。10名が乗ってたということです。2家族10名が乗ってたということですけれども、本当に、なんていうのか、奇跡的な脱北例じゃないでしょうか。というのは今その船を手に入れるっていうのはもう本当に特別な人しかできないと思うんですよね。お金がないとまずできないし、でそれで海に出るっていうことも極めて厳しい、そういう条件を突破できる何か地位にあるとか職業にあるとか、そういう人だったんじゃないかなというふうに想像しています。はい、という3年間があって何があったかっていうと、経済悪化ですね、貿易も止める、国内移動も止める、それから個人の、経済活動に対してもすさまじい統制をしています。非社会主義的だ、反社会主義的だということで、個人の経済活動自体をですね、非常に強く介入を しました。で、過剰な貿易、コロナ貿易による、大不況と言ってもいいような状況が落ちました。で、特徴的なのはですね、コロナ以降とコロナ以前っていうのは、私はちょっと大げさな言い方すると、北朝鮮はコロナ以前と以降はもう別世界だと、別の見方をしないとわからないというふうに思っています。
で例えばこういうことがあったんですね。私 の, あのパートナーたちが非常に厳しいと、あのもう、要するに現金収入を都市住民が失って非常に厳しいという報告をして、ずっとしてるんですけれども、その話をあの脱北者の人たちにするとですね、いやそれでも飢え死にすることはないだろうと。なぜかっていうと、やっぱり苦難の行軍90年代に、大量餓死者が出た時に、皆さんそのそういう、まあ、やってはいけないことですね、移動統制も、言ったら勝手に動くことによってうやむや有名無実にしてしまった、あるいは市場も、闇市場を発達させることで、政府が追認しなきゃいけないような状況を作ったと。だからもう今 の, あの庶民民衆っていうのは昔の北朝鮮の人たちじゃないよと、みんな自分の頭で考えて活動するんだと、だから飢え死にすることないよという意見を言う人がいたんですけれども、それはコロナ以前の話ですね。コロナ以降はもうその辺はこれまで の, あの私 の, あの取材経験で言いますと、ここまであの統制が国内統制が厳しかったことはもうなかったと思います。でその移動統制であるとか貿易を、まあ、遮断するということだけではなくて、個人が経済活動ができなくなるっていう、ここまで介入するっていうことはですね、そういう兆候はもう2017、18年ぐらいから見えたんですけれども、あのコロナを口実にして金正恩政権は本格的にこの、まあ、個人プレー、経済の面における個人プレーをもう徹底的に遮断するということに動いてるんじゃないかというふうに見てます。はい。でこれ貿易統計ですね。でこれはあの中国の税関総署が毎月月末に、後半に発表する数値を合わせたものです。でも、金正恩政権ご存知のように国内の、経済活動をですね、だいぶその規制を緩めた部分があります。企業所の独自の裁量をだいぶ認める。で共同農場においても、一定 の, 田畑については農場員が、まあ、ノルマを超えた分に関しては、自由に売買してもいいというの裁量をだいぶ増やしましたね。でそれプラス中国との貿易をどんどん拡大させることによって、経済成長がそれなりに実現をしてました。その傾向が対中貿易だけ見ても非常に出て分かる、可視化されたわけですけれども、2017年に核ミサイルの実験で厳しい制裁を受けて、18年から輸出ですね、中国に対する輸出がどーんと下がると。でさらに、2020年にコロナで、まあ、自ら国境を封鎖したために、まあ、激減してしまうと、これはですね、この時の中国との貿易は輸出が4800万ドルだっけな、日本円にしてですね5億円程度しかなかったんですよ。でそれが続きました。20年21年と。そして去年ですね、去年やっぱりこれでは本当に要するに平壌の革新層たち、それから軍隊等々の必要物資、それから医薬品等々も十分に自分たちが確保できないのはまずいということがあったんでしょう。中国からの輸入を非常に増やしたと。それから、外貨を稼ぐための輸出もですね、だいぶ増やしたと。特に中国はゼロコロナ政策をやめてからは、顕著になりました。でそして今年ですけれども、今年はもう4月までの段階で、かなり、増えております。5月分はまだ出てませんが、4月分までで、かなりの、復調を見せてますので、去年をだいぶ上回るのも間違いないと思います。はい。でその経済難の中でお札が刷れなくなったというのは非常にショッキングなニュースでしたね。トンピョ8月、これは私たちが入手したのは9月ですけれども、トンピョを発行したと。要するにクーポンですけれども、
でこれが非常に北朝鮮国内で不況で、市場に持って行ってもですね、これはペラペラの紙質も悪いし、インクの質も悪いし、お金として扱っていいのかどうかと、市場の商人たちも受け取りを拒否したり、あるいは、5000ウォンだったら3500ウォンで買ってあげるよという、まあ、トンピョ割引みたいなものまで横行するということが起こってました。はい。で、その時の、みんながですね、皆さんが、トンピョを、安値で売ったり、受け取り拒否したりすることに対して、そういう現象が起こっているけれども、絶対にさせてはならないという内部文書です。はい。はい。で、そういう中で人道危機が発生するということになってしまいました。はい。特徴的だったり、コロナ以降はですね、やっぱ特徴的だったのは、都市住民の困窮が一気に進んだことです。都市住民、皆さんご存知だと思いますけれども、北朝鮮っていうのは、90年代に、ソ連統合が80年代に、崩壊すると、それから、もともと北朝鮮の、経済運転、でたらめをやってきたわけですね。でもガタガタになっているところに、95年にキム・イルソンが、94年だ、94年7月にキム・イルソンが死んで、生神様が亡くなるということで、北朝鮮社会は大きくショックを受けてですね、いろんなことがもこう動かなくなってしまう。でそれが社会パニックのようになって、とうとうその、配給制、それから国による流通ですね、食料流通、これも麻痺が起こって、それで大都市の労働者が、死んでいくという、そういう現象がありました。で今起こっているのは、やっぱりちょっとだいぶ違うと思います。で先ほど言いましたように、まず貿易がなくなっちゃった。貿易がほぼ壊滅状態になった。で、これはですね、2つの都市住民に2つの打撃を与えます。1つは輸出ですね。いろんなものを輸出してきましたけれども、中国ですね、主に。で、これは例えば、庶民と、普通の庶民に関連するものを言うと、薬草があります。薬草。漢方薬材料ですね。で、これを貿易会社が、あちこちに支社を置いて、でそこで集めてですね、一般住民から買い取って、でそれを中国に輸出するっていうことをしてます。それが、ゼロになってしまった、うん、それから今カツラとかつけまつげの輸出がちょっとねニュースになってましたけれども、あれは制裁違反ではなく合法ですね。あれも稼働が全く止まってしまいましたね、それから石炭、これは非合法になっちゃいますけれども、石炭もそうだし、それから、海産物ですね、漁業もそうですね。でそういう形で輸出、あるいは密輸も含めて輸出がほぼ止まってしまったということで、仕事がなくなる、仕事がなくなるということは現金収入がなくなるということですから、でそれの打撃があったと。でもう一つは中国から輸入されてきたものを、北朝鮮の貿易会社は一定その貿易取引をやる中で、利益を当局に、上納する、してきましたけれども、でそれで、上納した分と、あと、当局に許可を得た枠というのがあります。輸出のする枠、それから輸入をする枠というのが貿易会社ごとに決められてますね。でその範囲の中で、中国から何を輸入するのかっていうのは貿易会社に裁量がありました。でそれは貿易会社が北朝鮮国内で売ることで利益を得てたわけです。輸出でも利益を得る、それから持ってきたものを国内で販売することでも利益を得ると。ですから中国産の例えばそれは衣服であるとか、それから、靴であるとか皿であるとか、そういう軽工業品ですね、とうとう、それから食品ですね、食用油であるとか、それから、化学調味料ですね、万ネギという呼ばれてますけど、味を出させるというような万ネギ、でそういうものを中国から持ってきて、国内で売ると。で貿易会社は各拠点ですね、例えばそれは新二重であったり、それから万宝
それからヘサン、フェリョン、それからラジン、ああいうところで貿易会社を持ってきて、それを国内に売ると。でそれを売る業者が、国内の別の都市に卸しをします。流通させるわけですね。それをうまく回ってて、輸入品も北朝鮮の隅々まで流通するようになっていったと。それが止まりました。でそれで仕事をたくさんやっぱり皆さん失ってしまう。でそれは単にその物の流通だけにとどまらずね、付随する商売も大きな打撃を受けます。でそれは例えばリアカーで貧しい層の人たちはリアカーでそういう、卸売業者がまた小さな市場に売るときにリアカーで物を運ぶという、でそういう仕事もですね、もうどんどん減っていってしまう。でそういうことがあって、都市住民が現金収入を失って、転落をしていくということがあります。でさらに、それに加えて、最初に申し上げた非社会主義的現象に対する、徹底した介入ですね、証拠員そのものを敵視するという形で、トンチと呼ばれる、新興成金がやってた結構な規模のビジネス、それも徹底して介入、統制されました。例えばそうですね、バスですね、長距離バスネットワークが、2000年代半ばぐらいから北朝鮮で本当に完備されるようになりました。それは商売が盛んになって、人と物の移動が非常に活発化することで、そこに目をつけたトンチたちが中国からバスを買ってきて、それで一応どっかの権力機関の看板を借りて、でその看板の下で商売をする、バスビジネスをやるってことをやってましたけども、それもまかりならんと。それから小規模炭鉱ですね。小規模炭鉱をトンチュが投資をして、もう国営の大きい炭鉱だと水浸しになったりすると、あともう国の力ではもう全然収集ができなくなっているのを、小さな炭鉱をですね、自分たちでもう一回整備し直して、それで石炭を売って国内で売るということをやってるんです。これは地と言いますけれども、それも権力機関の看板を借りてのビジネスですね。漁業もそういうやり方を非常に多くやってました。日本に漁船がたくさん木造船が流れ着きましたけれども、あそこに軍部隊の看板がくっついてたのを覚えてらっしゃると思いますけれども、あれは軍の船じゃないんですよね。乗ってる人たちも軍人じゃないんですよ。あれは一般の漁民です。で、契約をしてギャラはいくらだと、何ヶ月行ってこれだけ取ったら給料現金いくら上げるよという、その選手たちが言ったらトンチと組んで船を自分たちで買って、それで、漁業をやってたわけですね。でそれもダメになってしまったコロナという形で、現金収入を失う人が続出してしまうと。で転落していくと。でそれで都市の脆弱層の人たちがもう市場でも買えないということで、農村に落ちぼる拾いを行ったり、農村にくごいはろ、物乞いをしに行くという現象が、もう2020年の秋ぐらいから始まってました。で、脆弱層の中、例えば老人世帯であるとか、シングルマザーで体の健康の状態の良くない人たちの中には、お金がないがゆえに、お金がなくて、食料にアクセスできないがゆえに餓死するっていう人たちが、私たちの調査では2021年のもう夏以降もう発生を始めてました。まだまだ少数でしたけれども。でさらに中国からの輸入品が滞って、いろんな生活必需品が枯渇していくと。特に医薬品の不足が深刻でしたね。ロシアの外交官がかなり撤退をずっと続けてきましたけれども、その理由の一つが医薬品不足、日用品不足だということでした。医薬品不足で例えば麻酔薬がなくてですね、手術ができなくて盲腸で死ぬとかですね、それから結核ですね、結核にかかっても結核薬がなくて死ぬとかいうことで、都市部で幼児、老人を中心に死者が2021年以降だいぶ増えてきたと、見ています。はい。で、それに加えてですね、
コロナの統制に加えて、繰り返しになりますけれども、経済活動自体を非常に厳しく取り締まったと。でこの写真は、2012年チョンジン の、 あの市場で我々のパートナーがあの撮影したものですけれども、こうやって、まあ、堂々と米をあのが売ってたわけですね。合法的に売られたわけですけれども、この光景はもう全くなくなりました。陳列販売もできなくなったそうです。はい。でこれはあの平壌郊外です。2008年の夏に撮影されたものです。もう15年前ですけれども、まあ、皆さんあの本当に何て言いますか、あの市場で、ここは売り場ですよね。これはあの平壌ですけど郊外なんで、これ屋根のないところです。でこの売り場は、これはこの人はスルメを売ってますけれども、これはなんだ、食用油か何かかな。で、でこれは売り場ごとにあの、目で、なんていうのかな、あの売り場の使用料を払います。で管理しているのはあの市場管理所というところですから、管理しているのは民間じゃないんですよ。もちろんあの国がやってるんですけれども、ここの、幅80センチぐらいだそうですけれども、この面積の売り場の代金さえ払えば、まあ、あのいろいろ規制はあるにしても商売ができると、そういう形で皆さんあの生活を、現金収入を得て生活をあのこう立て直してきた。それができなくなってきたということです。はい。で例えば国家統制どんなのがあったっていうことですけれども、先ほど申し上げたように、まあ、トンチュをもう徹底的に弾圧して、あの本当に、そのトンチュ、まだ生き残っているトンチュはもちろんいますけれども、トンチュの没落、トンチュの話は我々のパートナーたちもいっぱいしてくれます。もうコッチェビピスタだ、コッチェビのようだ、もうなっちゃったっていう風な、まあトンチュがいっぱい出てますね。卸売運輸、金貸し、車両ビジネス、飲食業なんかも大打撃を受けていると。それから個人の本当に小規模なあの経済活動にも統制をしています。これ去年からかな、あの2人以上のを雇ってパンや餅なんかを製造して、つまり雇うっていう行為が非社会主義的だということ。でそれをあの市場に卸したりする。それから医療品の縫製ですね。あのミシンを例えば2台持っているお家が人を雇って、布を買って縫製して、でそれを市場に下ろすと、そういうことももう今もう禁止になっているって言った。それから、リアカー、先ほども申しましたリアカーですね。はい。あのちょっと今日は時間余裕がなくて、そのたくさん申し訳ないなんですけども、市場がですね、あの市場が非常に今統制が厳しくなっていることの事例としてですね、市場の商品は今国の指定するバーコードがないと販売ができなくなっているそうです。これはだから個人の持ち込んで何か販売するっていうことが本当に厳しくなってるっていうことだと思いますね。いずれ、あの記事化したいというふうに思ってますけれども、はい。でそれとこういうそのコロナの打撃を受け、個人の経済活動に対する介入がどん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 進む一方で、金正恩政権がやったのが、両国販売所の復旧でした。で市場よりもあの米、トウモロコシの価格少し安い値段であの売ると、例えば去年の上半期だったら、6000ウォンだったのが、トウモロコシ3000ウォンだったのが4400ウォンとか、2400ウォン程度で、売ると。今この両国販売所の米価格もちょっと上がってます。5000、白米は4800から5000、トウモロコシは2500、600になってます。でこれはあのなんて言いますかね、固定ではないんですけど、一種の公定価格のようなもんだと思います。大体あのリャンガンド、ハンギョンプットの市場 の、 この同じ時期 の、 あの両国販売所の価格はもう一緒ですね。 ほぼ一緒、差があの、ほとんどないと思います。であのそれに加えて、あの両国販売所で好きなように買えて、好きなように売れるんだったらいいんですけれども、それができないんですね。で、あの最初はあの売り切れたら終わりというやり方を取ってました。
ところがそれでは買える人買えない人が出てくるので、でとうとうこれ2021年の後半だったと記憶してますけれども、自由に買えないと月1回、1人当たりだいたい5キロから7キロ程度を世帯単位で販売するという、なんか配給制に近いような純配給制のような形で販売すると。でそれで購入できるのは結局1週間後にしか過ぎないということなんですね。でこれは足りない、市場より安いのは歓迎なんだけれども、やっぱり足りないと、いうことが起こっています。でじゃあなんでこれ足りないのかというと、要するに後で詳しく申し上げますけれども、国が食料確保できてないからだと思います。はい、これが私たちが撮影した2012年ですけどね、2012年、11年前ですけれども、11月に撮影したリャンコパンメイソーです。これはヘサン市で撮りました。ウィヨン、イードンかな、中心街ですね、ヘサン市の。で、これは金正恩政権が誕生して間もない頃ですけれども、やはり流通の主食の流通の主導権を、国が持とうという試みをしたんですけれども、これも皆さん言うことを聞かなくてですね、だから統制力も、足りなくて、すぐうやむやになってしまいました。はい、で、ちょっと話戻りますが、市場ですね、市場に米、トウモロコシがわっと並んでます。写真いっぱい見ていただきました。で、これは国が市場に売ってるわけじゃないわけですよね。これはほっといたらそうなっていったわけ。ほっといたら。で、じゃあ農村にある食料をどうやって市場で販売するに至るかっていうと、こういう庶民がこの人たちは自転車ですけれども、自転車で、農村と市場を、都市の市場を往来して、でそれで運んで市場で売ってたと。はい。もう一つ言ってください。もう一つ。あ、戻ってください。はい。という農村からの流出がありますね。で、それから、それは農民が売る場合もあります。農民自体が自分の取り分ですね。秋に、配分を受けたものを売るということもあります。それから共同農場が現金を作るために、キープしてたものを売るっていうことがあります。それから軍隊とか、あるいは国営企業が、やはり、現金が作るために売るっていうものも市場に流入していく。それと不正腐敗ですね。で、市場にどんどん流入していくようになった。で、それを本当に厳しくコロナ以降、統制を始めてます。はい。で、でこういうその目論見は食料を専売制と市場での流通を止めて国が主導権を奪還して、するということを目的だではあるだろうと見てます。じゃあ なんでそんなことをするのかっていうと、私は、かつての配給制が実施された頃のように食わせてやるから言うことを聞けというですね、一種のカロリー統治、これを復活させるのが狙いではないかなというふうに見ております。はい、で、それをするためには、カロリー統治をするためには、両国販売所、あるいは配給制度の復活、一部復活を自分たちが維持しながらも、市場に穀物が出回らないようにしなきゃいけないということで、これも20年の夏から、ですけども、もっと厳しくなりましたけれども、非常に厳しい流出統制をやってます。さらに共同農場周辺のですね、トウモロコシ1本でも植えられる土地を探せという、生誕着期というのを始めてまして、それに加えて農村からの流出を、農村に出入りする道路に検問所を作って、そこで勝手に先ほどのように持ち出すような人からはもう没収するということをしています。だから農場の幹部たちっていうのは何かとやっぱり現金とかがいるんですね。上の
その党の幹部たちも賄賂も払わなきゃいけない。でそれから農場を自体で農民にこう飢えが出てきたらその農民たちも配らなきゃいけないと、そういう予備国と言いますけれども、でそれを農場幹部たちがやること自体も今摘発の対象になっています、はい、でそういう形で、市場への流出を止め、それから自分たちで販売するんだと、自分たちで流通を確保するんだということを、企んできたわけですけれども、はい、しかしながら今年に入って4月5月餓死病死者が増加するという結末というとちょっとおかしいですけれども、今現象が非常に残念ながら今起こっていると。ちょっとおさらいしますと、都市住民たちがまずは現金収入を失って転落していって、脆弱層から倒れていくという現象がもう2020年後半ぐらいから始まっていましたが、それが主食のですね、専売制を金正恩政権は試みたがゆえにですね、二重の、こう苦難が覆いかぶさっていってると、都市住民に対して、はい、でその理由というのが、要するに国が確保できなくなっていると。言い換えるとですね、今まで市場に任せた流通を自分たちが確保するということは、両国販売所で売る穀物を新たに国が確保しなきゃいけなくなる。確保必要量が増えてしまったんですね。で、その必要量が増えたんだけれども、今、この4月、5月はポリコゲの時期です。ご存知のように、前年の収穫をもう消費し尽くして、次の秋の収穫までの端境期、一番食料が足りない時ですけれども、でそこで国がこういう食料がもう、沸騰してしまって、供給ができなくなっていると、食料難が今、起こっているということだと見ています。はい、ですね、なのでこの食料流通を国家が独占管理しようという、試みが必然的に確保すべき量を増大させる、でそれがうまくいかなくなったと見ています、はい、で、まあ、破綻したと、現状はもう破綻してしまう、今な売れなくなっちゃってるんですよ。全然ないわけじゃないですけれども、5月でいうと、4月からですね、確保量が足りなくなってしまって、販売を1ヶ月に2回に分けてしています。3波というふうにですね、はい、ここの、人民班、ここの地区は上旬に受け取りなさいと、他のところは下旬に受け取りなさいというふうに分けてすると。でそれは量が確保できないからですね。で、プラス量がだいぶ減りました。まあ、5キロ前後、数キロ前後しか売れない。ないから売れないということですね。はい。で、住民の現金収入激減、プラス食料難が重なって、地方は基金の様相が発生していると。はい。で一方で中国からですね、3月に米合わせて10万トン強がを輸入してます。で4月はちょっと減って1万トン強と、結構な量を輸入してましたね。でこの3月に輸入した10万トンはじゃあどこに行ったのかっていうと、当然それは金正恩政権が考える優先順位がありますから、そちらに回していったんだろう。これはちょっとどこに行ってるかよく分かりませんけれども、おそらく平壌市民であるとか軍であるとか建設専門部隊の突撃隊であるとか軍需工場なんかに優先供給して、地方都市は後回しになってるからじゃないかと見ています。はい。で5月に入ってもう非常に、一気に、気泡が増えてきました。でその一例ですけれども、まあ、こういう形で、まあ、寝たきりになってですね、死んでいた近所の人が死んでいたとか、それから自分の人民班で4月5月で4人餓死者が出たとかですね、それから農村にですね、毎日都市の住民が物乞いしに来るとかですね、はい、それから無産
には北朝鮮最大の鉄鉱山がありますけれども、もう栄養失調で出勤できない労働者が多いとか、それから親、年老いた親と子供を置き去りして家で住む人とか、あるいはそのつもりはないのかもしれないですけど、まあ、置いて家外で新卵不萩といいますけれども、食べ物を探しに出て結局帰れなくてですね、死んでしまったとか、はい、それからちょっとショックだったのは、松の木の皮をもう灰で売っているという現象が各地から報告が来ています。で、クランの攻撃の時に松の木の皮を出たっていう証言がいっぱい出てきてたんですけれども、それから、まあ、戦前日本でもあったようですけれども、それを市場で売っていると。これも取り締まりがなかなか厳しいらしいですけれども、これはですね、一次加工というのはどういうことかというと、松の木の内側っていうのはまず水に浸して、それから煮込んで、それから叩いて、中のでんぷんアクを抜いて、食べるんだそうで、餅のようにして食べるんだそうですけれども、その一次加工したものっていうそうで、で植えて死んでも病気で死んだとして処理されると、こととか、それから韓国の国会情報委員会で国情院が、まあ、こういう報告をしてました。餓死者が増えているという、自殺者も増えていると、はい。ここでちょっと一旦中断してですね、音声をちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。最新の北朝鮮の、私たちのパートナーと、通話をした音声の一部です。これは、軍事衛星を発射を試みて5月31日でしたけれども、その、翌々日ですね、に電話通話ができた音声です。はい、じゃあすみません、ちょっと最後を終わります。2割ぐらいはちょっと再生できませんでした。すみません。じゃあ元のに戻してください。で、私はすごく胸痛んだんですけれども、こういう言葉を彼女は言ってましたね。自分たちの周りで、これから一生死ぬまでこういう食べ物を食べることの心配をしなきゃいけないのかと、そういう人生で起こらなきゃいけないのかという、ことを周りでよく話すようになりましたということを言ってました。それとあとはあれですね、やはりミサイル発射、それから軍事衛星の軍事偵察衛星の発射については彼女は知りませんでしたけれども、もうそういうことにお金を使うなと、そういうことに対する批判も非常に強く言っておりました。
はい、じゃあ最後ですね、ちょっと経済の話から別のところに進みたいと思います。まあ、ご存知のように真ん中左の写真はキム・イルソンさんとキム・ジョンイルさんですね。1代、2代目。そしてこちらが、これは2011年の夏かな。真ん中にリ・ヨンホ、これは総参謀長かな、がいます。3代目、キム・ジョンウン氏が登場して間もない頃です。はい。で、三代世襲政治が、三代目のキム・ジョンウンさんが11年を超えました。今年の4月で、党と政府のトップに立って満11年になりました。はい。で、最近140キロを超えたという話もありますけれども、はい。で、ヨジョンさんですね、妹の、もう中枢で、活動するようになってきました。はい。で、それに加えて、名前はっきり分かりませんけど、ジュエと呼ばれているらしいという女性、女の子、9歳か10歳らしい女の子が登場するようになりました。で、これは、2月ですね、今年の2月の軍事パレードの時の、映像ですけれども、で、その後もミサイル発射実験の現地視察にずっと連れて行ってますよね。だから去年の11月に最初に出てきた時とちょっと登場の仕方が変わってきたと。で、あえてもう間違いなくあえて、この娘にもう脚光を浴びさせるような写真の撮り方をしてる。で、それはその意図は何かっていうことは、簡単にはちょっと推し量れませんけれども、ジュエに脚光を浴びさせると、目立たせれるという、そういうメディア戦略、イメージ戦略を取っているのは間違いないんじゃないかと思っています。はい。で、まあ、ご存知のように、北朝鮮っていうのは、労働党の一党独裁支配があって、それはもう、かつての社会主義国と同じ形態ですよね。プロレテリア独裁を標榜していると。で、その上に一族の、キム一族唯一独裁っていうのを重なった、二段重ねの、支配独裁体制だと言えます。はい。で、この唯一領土体系で、これはその、たった一人の素晴らしいリーダーが国を導いていくんだから、これは北朝鮮唯一領土っていうのは要するに独裁のことですからね。で、これは異独裁だっていうのは北朝鮮側の論理なはずです。はい。で、それに触れたら場合は、叔父も粛清されると。はい。で、これを担保しているのが、党の唯一的領土体系からの重大原則。これ皆さん、特にメディアの人は絶対読まなきゃダメですよ、これは。本当に。これが、党、それから、政府ですね、の、最高綱領だと。ただし、メディアでは非公開です。その内容が、はい、ちょっと抜粋してきましたけれども、最後の方にですね、キム・イルソン同士、キム・ジョンイルの導いてこられたチュチェ革命事業、戦後革命事業を代を継いで、最後まで継承し、完成させなければならないという、その、要するにですね、次の、世襲をこう予期させるような文句も入っています。はい。で、その重大原則の10の2には、白頭の血統という文句が出てきましたね。で、我が党の革命の命脈を白頭の血統で永遠に保ち、そしてその純血性を徹底的に行使しなければならないと。で、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、この重大原則は、毎週末、全国民が生活相場で学習させられるんですよ。生活相場でこれを基づいて自分の行動を、先週1週間はどう、こう忠実にできたかどうかって総括会議を毎週1回やってます。軍の幹部から末端の労働者、それから女性同盟から、もうみんな、学生までみんなやらされるわけですね。で、そこで、この白頭の血統を永遠に保つという言葉が、改定された重大原則に出てきたと。で、これを見た、脱北者、日本に入ってきている脱北者のアジアプレスで、
長年お手伝いをしてくれた脱北者がいるんですけれども、で彼は平壌から来たんですが、この10大原則の新しいニューバージョンを見てですね、ちょっと衝撃を受けてましたね。いくらなんでも一応社会主義の標榜している国で血統とか純血性なんか言い出したのこの世も末だということを非常に驚いてました。はいはい、でさらにそこには自分だけじゃなしに家族全員も高台までもが党の唯一領土に限りなく忠実でなければならない、要するに金正恩さんそれから次の代に対しても絶対忠誠絶対服従をせよということが文書に書かれているわけですね。はい、で命がけで死守せよと、は永遠に我が党と精神運命を共にせよと、はい、そしてこれも私ちょっと驚いたんですけど、23年今年の2月 の軍事パレードの時にペクトーン・ヒョルトンを命がけで防衛するんだっていうことが文字が出てきたんですよね。で軍隊に軍事パレードですから軍隊に要するに、ロイヤルファミリー君一族を命がけで守ることが任務だということを、まあ、公にしたと言えると思います。はい、これもそうですね。はいはい、で、ジュエさんとジュエちゃんがどうか分かりませんけど娘さんで、これは軍事衛星発射の前に現地視察をして準備の確認をチェックしている、ですから5月の半ばぐらいの写真だったと思います。はい、でも明らかにジュエさんに脚光を浴びさせるような戦略、イメージ戦略で写真が撮られていると思います。はい、はい、ということでそのジュエこの今後のその世襲政治の行方については、大きく示唆するような情報がこういう形で出てきたというふうに思います。ちょっと長くなっちゃいました。15分もオーバーしてしまいましたけれども、一旦私のですね、報告はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。